それでは始めさせていただきます。最初に税に関する質問からお送りします。税に関してはよろしいでしょうか。それではそういうものに移ります。政務に関する質問をします。昨日の川村さんとの会談は、うん、結局どのような内容だったんでしょうか。まあもう川村さんの方がなかなかね、やっぱり名古屋城が大阪城になるってもうそればっかり言ってたからね。うん、なんか慣れへん言うてんねんけどね。うん、やっぱりまあ、まあ厳然日本っていうところ名古屋に、名古屋って選挙区じゃないんでね、愛知なんで、それも言ったんやけど、やっぱりその名古屋市長というのにやっぱり強いこだわりみたいなのがあるんやろうね。うん、もうあとはもうボールを向こうに投げてるんで、川村さん次第と、いうことです。まあ国政選挙なんで、日本の課題を、国政課題を、これ解決するためのまあ、あの勢力を作っていこうと、いうことで、名古屋の課題は厳然日本がやったらいいんでね、うん、その辺も説明したんやけど、やっぱり名古屋は名古屋でという考え方が、まあ、なかなかこう気も解く、それをその考え方をちょっとこう柔軟になっていただくというところまでは至りませんでした。ボールは不公認ということなんですけど、そのボールはやはり合流ですか。うん、だからあのローカルパーティー同士はみんなね、これ連携ですよ。だから大阪維新の会、兵庫維新の会、京都も、で沖縄は総動でね、みんなそれぞれ地域の課題を解決する、まさに地方分権政党なんで、その減税日本は認めるし、ただその地方分権の、ね、をあの実現していくためにはやっぱり国政において国会議員の頂点じゃないけど、要は役割分担、横にしっかりつながる組織は必要なんで、そこも説明したんやけどね、なかなか、分かってもらわれへんね。うん、で国政選挙なんで、ローカルパーティーで、僕らもこの大阪維新の会という、その地域政党の時は、国政の選挙するには非常に苦労して、それはやっぱりローカルパーティーでは、まずは、政党ビラが負けない、それから政党の街宣車使えない、そういうこう、いろいろ手かせ足かせなるような自分たちのその武器を、こう利用できない状況にする必要は全くないんでね、うん、そこも言ってんねんけど、もうなかなかもう昨日は疲れてたんかね、役所あの議会があって、なかなかその、名古屋でやるからみたいなね、ところがこう一歩踏み出してもらえないということです。昨日はその候補者の、まあ、使い手といいますか、公認推薦その他のところも決まらず、うん、だからもうダブル公認でと言ってるんです。で主体は減税でやってもらったらいいと、ところがね、なかなか、分かってもらえんね。まあでもちょっともうちょっと考えるとか言って昨日帰られた。あとはもう川村さん次第。じゃあ推薦にしとこうかっていう落とし方、落ち着き方はしてないんですか。いやこれね、やっぱりダブル公認っていう内田さんと比例票が全然日本っていう票が出てくるんで、これは全然日本の比例票何の役にも立たんからね、候補者いてないし政党として扱われないの。ここが一番問題視してるところですよ。ならダブル公認にしといて、比例は維新って言うて言い続けんと、だから減税日本で比例が出て比例票取ってもね、何のプラスに、だから候補者いるんなら政党として認められてんねやったら分かるけど、ないんでね。
参戦へのスケジュール考えますと、現実的にはちょっとこう合流ないしは、まあ、大阪維新の公認でという厳しくなってくるかと思うんですけど。そうやね。だからまあ、まあ川村さんも、その、なんていうかな、そういう、こう、名古屋城は大阪城にならんのでね、その、あまり、その、個人のね、そういうなんかこだわりみたいなのはね、この日本のためには横に置いてほしいと思うけどね。松井さんとしてはまだ時間は残されている。別に喧嘩したわけじゃないんでね。話はわかるけど、名古屋城は大阪城にはなれないんだよって思うから、話分かってないやんと思うんだよね。ボールは向こうに投げたということですけど、改めてまたもう一度説得というか、交渉に行くかなと思います。いや、まあ、連絡は取り合いますよ。一方で、川村さん、やっぱ当面、その名古屋、大阪といった名前にこだわりがすごいあるみたいで、昨日のぶら下がりでは、まあ、その参院選が終われば、その当面変更、まあ、松井さんのほうにいろいろ考えていくとおっしゃったというような感じで出されて、いや、当面変更を考えたなんか言ってないですよ。3人までもうとにかくこれでうちは決めてそれで戦ってるんだから、今その話はしてそういうのやめましょうよだけ。選挙後にだから中へ入ってきて川村さんがいろいろ意見言うのは自由ですよということを申し上げる。向こうにとってはその大阪という名称がねと思ってるんですけど、川村さんと一緒になるために当面を変えるお考えは松井さんの中ではない、全くない。だってそれはもう他でもねいろいろ言われるけど、やっと大阪の意味ね、こう地域じゃなくていう説明をみんなやってるわけで、もう改革の象徴なんでね、結局名古屋も議会がもう自民党から共産党まで組んで議会の改革なんてできなかったわけで、今一番国民の皆さんに求められてるのはやっぱり政治とお金の話も含めて政治家のそういう身分の見直し、その政治家の身分を見直すことによる、役所の、その公務員のそういう身分保障の見直し、まあ天下りの撤廃も含めてそういうところをやれてるのはやっぱ大阪だけなんだ。だから大阪でやってることを全国に広げようという話なんでね。だから川村さんを別に喧嘩してるわけじゃないけど、川村さん一人をね、その入っていただくために、他で活動してるみんなのね、そういうもう今までやってきたことをちょっとこう横に置いてしまうというようなことは僕は全く考えてません。でも向こうが名前について読めなかったら、その喧嘩したわけじゃないにしても、その連携ができないということもやむを得ない。だって無理やりね、一緒になる、わけにはいかんわけですから。ほらもう川野さん一緒に仲間になりましょうよ。まあ家庭を持つでも無理やり、結婚なんてできへんわけだからね。参院選が終われば、まあ、党名変更して、まあ、一緒に合流するというところは確認する。確認してないっちゅうの。だから酔うてる時に立ち入れしたらあかんよね、もうそっか。だから言うてるでしょ。酔うてる時に確認立ち入れしたら間違うよと、ごぼう打ちまくるよと。ダブル公認で届け出は減税でもいいよ。そう、もう届け出減税で、どうしても減税言うならいいよ、ああいうことは言いました。その上で比例は維新へって言ってもらうということ。そうそう、だからダブル公認やから、ポスターにも書けるし、ね、両方が。そうなると川村さん受けてもよさ私が言ってもしょうがないですけど、だからまあ変なこだわりないよね。比例は維新ってことは言いたくない。いや、そういう、そうでもないんやろうけど、もうやっぱりもう川村で戦うがもう主役やないとということでしょ。参院選前まではお互い平行線でいって、その選挙が終われば当面変更して合流ってことはありえるんですか。ない、そんな話してない。
昨日河村さんのあのぶら下がりで参院選後に、政権交代可能な制度を作ろうねっていうことではまあなんか一致したみたいなことをおっしゃってたんですけど、それは今まで僕らも言ってきてるわけだ、政治家であれば政策を実現するには政権を取らないとできへんわけです。大阪でもやっぱり知事首相が一緒にならないと我々が掲げている公約はできないし、要は理事者のトップと議会の過半数を押さえて初めて、公約実現できるわけやから、それはもうどの政党も政権目指すのは当然でしょ。公約掲げて選挙する限りで、京都の時もちょっとそうだったんですけど、名古屋はその京都以上に大阪って側に抵抗があるんですか。まあ川村さんはそう言うてるけどね、市民はそうじゃないんじゃないかな。だから説明をきちっとすれば、改革の象徴としてまずできているエリアとして大阪がある、大阪でやってることを広げましょうということをやっぱり説明していると、逆に言うと僕らが選挙において、売り込めるっていうのは大阪での実績だけなんでね、国において実績ないわけで、他のエリアにおいて実績ないわけでね、でもその力を持たせていただいたらやったということです。でこれでも全国でも要は、議員改革とか、役所改革、ここまでやったのは大阪だけなんでね、みんな口だけなんで。よろしいでしょうか。それでは終了いたします。ありがとうございました。